大阪府が新型コロナウイルス特別措置法に基づき店名を公表したパチンコ店には一夜明けた25日も午前中から大勢の客が集まった府は感染拡大を防ぐため利用を控えるよう求めたが店の駐車場には車が並び常連客からはいつもと変わらないとの声が上がった堺市堺区のピンイーキングオブキングズ大和川店では開店前から 約300人がずらり、入り口には手指消毒を呼びかける紙も貼られ、整理券を受け取った客らはスタッフの誘導で1から2メートルの間隔をあけて列を作った。近くに住む常連客は名前が出たから、他の店を探さずにここに来る人も増えるんじゃないかと話した。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして、 最新のニュースを入手することを忘れないでくださいご質問がある場合はメッセージを残してくださいさようならまたニュースでお会いしましょう